ここで連チャンする力が残っているか、海老原明。ドラはローピンです。海老原、前田の差が2000点ですか。前田の方が2000点した。した、うん、はい。どうだろう、3着取り来ますかね、やっぱり。誰ですか、前田。もう1試合ありますもんね、予選、うん、うん。今3着で、例えばこのまま終えると、はい、約マイナス40なんですよ。まあ、マイナス40とマイナス50がやっぱり10ポイント ね、 そうですね、結構ボーダーライン上で、うん、2000点は見えますよね、ローピング1もあるから、うん、ただそのためにあんまりシャリムに仕掛けてくる前田は想像できないんですけど、うん、まあ今回でも状況的に木原がね、うん、あの例えば前田のテンパイさせた時に割と自分のトップ確定させるためにあの応援しそうじゃないですか、うん、そうですか。石橋にゆっかり跳ねまつもられたりね、そりゃそうですよね、うん、前に、はい、石橋いいですね、手いいですね、です、次移りますけどね、ドラドラドラ、これですね、さらに良くなった、これは早そうですね、頭まで狙えますか、ね、狙えるんですかこれ。いやただドラジャントにするとピンフが消えちゃうし、ハネマンにし、マンガンまでは割とね、うん、見えてもハネマンとなるとちょっとハードル高いんで、まあここまで 56.9 ポイントですよね、無理しないと思うんですよね、うん、いくらトップが大きいって言ってもこれドラギリリーチかそれともリャウマンローピンか、一発でローピン積もったらハネマンですからね、うん、さあどうする、うん、こっちドラは切らない、うん、そしてドラをジャントにしてのリーチだ、木原は気が気じゃない、そうなんですね、これは1回戦目に僕がまさに食らったシーンですね、食らったシーンですか、感じそのドラを一発で積まれた、そして海老原も苦しい展開になってきました。んただここはもうね降りてる場合ではないな、本当ですよね、うん、3でも3着か、まあそうですね、どうするんですかね、でもね手だけ見たら戦えるような形にまだなってないですよね、はい、そうか、前田は満貫積もられると同着3着になるんですよね、海老原親だから、うん、だからラス受け入れたわけでもないってことだ、一応丁寧に降りて、でも羽間もし積もられたら自分は着順アップですね、そうですね、うん、珍しい感じかなこれは。どうだ海老原、これでメンツができた、しかしまだ苦しい形だ、初あまずは向上しないことを優先してれば出ればと、どうですかね、でももうそんな段階じゃないと思うんだな、あの初はやっぱり残した方がいいんですか、でも必死連チャン行かなきゃしょうがないじゃないですか、もうイーマンスーマンのポンから入って初バックでもね、なるほどね、いうところですけど、うん、さあどうなりますかねこれね、9万です海老原、9層、うん、あどうだ、ドラを積もった、ドラ1枚どうだ、いやーこれは手応えあった、しかし裏ドラは乗りません、すごい追い上げでしたね、リーズもドラさん最後ハネマンにはなりませんでした、